微妙。はい、今回は、結果に大満足、ゼベアンの感想です。ゼベアンの結果は、まあ、結構日本の SNS とか YouTube とかでは、まあ、結構残念だったなとかっていう感想が、まあ、多いんですよ。まあ残念だったなとか、まあすごいビジュアルもいいしみたいな、 かっこいいしビジュアルもいいし歌もうまいしみんな実力あるけどみたいな、でもちょっとなんか面白くないなみたいな話も感想もあるんですけど、個人的には大満足です。はい、まあもちろん私はずっと一貫して、まあ、ハルト君とかを応援していたんですけど、そして今回当時の様子を振り返りながら感想を言っていこうと思います。まずはジュン君のリアクションです。おお、ジュンか。ジュンか。はい。なんかとてもなんか微妙なリアクションですよね。で、まあ私の中では、多分ケイタ君は、まあ多分、まあデビューするんだろうなっていうふうに思っていたんですよ。なので、多分ジュン君が入ってしまうと、ちょっとまた、まあバランスが、少し変わるなっていう感じがあったんですよ。で、まあ、ジュン君は結構まあ色気があるんで、私は個人的には、ジュン君は、まあ、アイドルというよりかは、まあ、俳優さんで見たいなっていう感想に変わってきていて、まさか、ジュン君が、デビューすると思ってなかったんで、ちょっと変なリアクションになってます。最終的なメンバーを見た際に、キム・ジュン君で良かったなっていうふうに思っています。そして、ギュビン君です。おっしゃ。はい、もうこれはもうめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にもうギュビン君はもう絶対にデビューしてほしいと思ってたし、まあ、本当にもうなんかもう韓国男子って感じがして、もう K-POP のもう高身長でビジュアルが良くてみたいな、本当にデビューしてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい。そしてテレ君です。おし、よし。いや、これもまたとても嬉しいですね。なんかやっぱりメインボーカルは、まあ、絶対に必要だと思っていたんで、まあハオくんもまあうまいんですけど、まあ、みんな、まあ、今回本当みんな歌うまいんですけど、もう多分テレくんがいると、まあ、バラード系とか、まあ、ちょっと激しい感じじゃなくて、もうバラード系に行っちゃったらもう絶対にこう失敗しない感じとかも安心してもうステージが見れる感じがするんで、ほんとテレ君がいてよかったです。はい。そして、ゴヌク君です。おおおおおおお。いや、これも一番見ていて驚いた、多分結構私も変顔してたんで なんか変なリアクションしてたんですけど、なんかなんていうんですかね、ゴノク君も、まあ、ギュビン君と一緒で、まあ、本当に身長高くて、で、まあ、スタイルがちょっとこうごつい感じでもなんかギャップがあって可愛いって感じで、まあ、ちょっと KY なんですけどちょっと KY な感じもするんですけど、まあ、それもいいかなっていう。はい。そしてリッキーもうリッキーが多分、リッキーもリッキーも本当驚いたんですよ。多分番組的には多分 G グループまあ3人か2人かって、多分まあ2人かなって思ってたんですけど、もうリッキーが呼べた瞬間におおみたいな、なんかすごいびっくりしてとても嬉しかったですね。でリッキーがやっぱりこうデビューしたってことは、ジュン君と、ジュン君がちょっと色気がありすぎるんで、でここでまたリッキーが入って、またいい感じにまたこのリッキーとジュンのこのまた色気のある感じで、本当にグループが方向性がガッともうここで固まった感じですよね。私の中で、あ、もうこれで完璧だなっていう。そして、まあ、1位2位の発表で、ジャンハオ君ですね。
これも本当に驚いたんですよ。びっくりして本当に多分リアクション見るとこんな大声だなってなってたんですけど、いや本当にびっくりしたんですよ。番組的に韓国の番組、韓国で放送、韓国の人が放送でメインでしてる番組で中国人の人が1位取るってなかなかないと思ったんですよね。ハオ君が1位取ったのは本当に快挙だと思っていて、本当にびっくりしました。そしてやっぱり私はちょっとソン・ハンビン君に対して、まあ、ちょっとちょっとだけはアンチっぽかったんですけど、もうこれでもう、はい。これでも私は、ソン・ハンビン君に対しての、これでリーダーになってくれて、まあ嬉しいなって。で、実際に見た時にも、ああ、もう、ソン・ハンビンみたいな感じで、もう、嬉しく思います。はい。そして、ユジン君ですね。最高最高、マジ最高、うん、いいいいね、いい。でユジン君も私的には本当順位的には最高の、まあ、順位だと思っていて、マネなんでなんかあんまりこう上位の方に4位とか5位とかに入ってデビューしてしまうよりかは、まあ、9位でデビューしてマネなんで、あもう私、僕は、僕、9位なんですよ、って感じで、なんかこう、9位なんですよ、って言って、まあ、でも、マンネで、まあ、おじいさんとかね、ヒョン助けてください、って言って感じで、こう、ヒョンしててください、って感じで、こう、うまくこう、世間を世渡りすればいいなっていう。で、どん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 実力がつけば、さらにまあいいなっていうふうに思いました。はい。そしてまあ、デビューする前は、ちょっとまあ、ネガティブなイメージがあったんですよ。まあ、大体、まあ、日本人の方とか、もうデビューしてる方とか、デビューしてる大ベテランのレジェンドが、まあ、デビューするかなっていうふうに思ってたんですけど、で、思っていて、で、さらに、まあ、今年、ハイブが、ハイブのボーイズグループが、まあ、2グループ、まあ、デビューする予定じゃないですか。なんで、もう、その、ハイブの、まあ、メディア戦略とかがすごいんで、やっぱり、もうセブチの孫悟空とかすごいし、なんかもうめちゃくちゃすごいし、もうニュージーンズとか、レスラーとか、やっぱすごいんで、そのメディア戦力が。そう思ってしまうと、ちょっと、結果次第では、まあ、難しいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、結果を見て、かなり、大満足というか、本当にこう希望が持てるような、あとは本当にその、運営のウェクワンが、ちょっとケプラみたいに、ちょっと、まあ、うまくこう、曲とか、イメージとか戦略とかを、うまく作ってくれればいいなっていうふうに思っていて、はい、今回は以上です。疲れたー